佐藤輝明&前川明を2者連続ホームランで逆転。阪神ヤクルト15日甲子園球場、阪神の佐藤輝明内野手が2回に同点の14号ソロを放った。さらに前川も4号ソロで続き、2者連続アーチで一気に試合をひっくり返した。本拠地は強烈な浜風が吹いていたが、ものともせず翼ポール際に突き刺した佐藤輝。内角高めの直球を捉えると打球は低い弾道で飛び込んでいった。これでヤクルト戦は今季7本目、半分を量産している相性の良さを見せつけた。さらに続く前川も同じように右翼席へ4号ソロを突き刺し、一気に逆転に成功。前川は嬉しい甲子園初アーチとなった。前川くんの覚醒っぷりがすごいね。左投手でも使わなきゃやる。佐藤あと6本やぞ。先制されての2者連続、2人めちゃくちゃかっこええ。素晴らしい。今の打順の並びなら近い将来クリーンアップの3連発どころか4連発が見えるかもと期待してしまいます。テルは良い守備からの一発だったね。浮陽もナイスホームラン。佐藤以外で甲子園のライトに放り込む左バッターを久しぶりに見た気がする。ライト方向だからどうかなと思いましたが、2人とも関係なく完璧なホームランでした。これ今の阪神本間これがある。2人ともライトスタンドへの一発、鮮やかな逆転劇でしたね。ナイスバッティング。2人とも打った瞬間だったな。飛び方から着弾点までリプレイかと思うくらい同じ打球だったな。さらに続く前川も同じように右翼席4号ソロを突き刺し、一気に逆転に成功。前川は嬉しい甲子園初アーチとなった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。